茨城県知事の大井川和彦です。3月17日に茨城県で新型コロナウイルスの感染者が確認されて以来、本県でも感染者数の増加が続いております。このような中、県民の命を守るため強い使命感を持って最前線で治療に当たっておられる医療従事者の方々をはじめ、感染症拡大防止にご尽力いただいているすべての皆様に対し、心から敬意と感謝の意を表します。ありがとうございます。県では重症者が利用する病床を確保するため、4月13日から軽症者を受け入れるため宿泊施設を用意し、翌14日から受け入れを開始したところです。この大切な取り組みを広げていくためには、宿泊施設で生活する軽症者の健康管理を行っていただける看護職の方々のご協力が欠かせません。具体的な業務は、電話を通して療養されている方の健康状態の把握や健康面の相談対応などです。万が一療養者の容態が悪化した場合には、すぐ担当医師からの指示を受けられる体制を構築しております。現在就業されていない看護職の方には、ぜひ復職していただき、私たちの感染拡大防止に向けた取り組みにご参加いただければと思います。応募をご検討いただける方には、茨城県看護協会ナースセンターまでお問い合わせをください。ご協力よろしくお願いいたします。